続きから、オレンジの扉を進んだわ。この先に何があるんだ？それを今から見に行くんでしょうが。随分長い階段ね。どんどん地下に行ってるぜ。お、なんか見えたわよ。ゴールかしら？また暗いな。何かしら？あれは、明かり。なんかある？いや、いる？ほんとだ、なんだろうなあれ。オレンジの物体っぽいけど。もしかしてこれがスケンザー風鈴ってやつじゃないでしょうね。おいおい、こんなにでかかったのか風鈴って。でもそれっぽいわよ。とりあえずタッチしてみるわ。道との開口。タッチ。触っても特に動きはないな。何足の上歩いてるのよ。足？ってかもしれないでしょ。なんでそんな怒るのよ。にしてもちょっと暗いわね。もうちょっと明るさを上げてほしいわ。それを吸血鬼のお前が言うのか。ゲーム画面は別なんで。さて、こっち側に回り込んでみたけど。なんか巨大な目みたいなのがあるわよ。でも今は閉じてるな。どうやったら開くんだあれ。なんか書いてある。コミュニケーション気を引く？どういう意味かしらこれ。よくわからないな。一体どうしろっていうのよ。とりあえずこいつはスルーでいいんじゃない。お、扉発見。でもあの色は。ダメだ、開かないわ。ってことはやっぱりこの部屋で何かをしないといけないのね。何かをするって言われてもな、特にできそうなことはないんだけど、なんかドローンもこっちに来ないし。電波遮断されてるのか？やっぱりあいつを起こさないとダメなのかしら。問題はどうやって起こすのかね。おい、起きろー。そんなんで起きるわけないだろ。あんなでかいのどうやって起こすのよ。とりあえずなんかボタンとかあるかもしれないし、下に潜り込んでみるわ。ボタンがあったらもはや生物じゃないだろ。特に何もなし、というかやっぱり暗い。いろいろ探したけどやっぱり何も見当たらないわよ。積んだじゃない。あ、なんか発見。まさかこんなところにボタンがあったとはな。お願い、これで起動して。やっぱりロボットとかなのかしら。うおー、目が開いた。マジでこんな巨大生物だったのか。これ私たちはどうなっちゃうわけ？そりゃあ食べられるんだよ。あ、話しかけてきた。You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. く、やはり機械翻訳をそのままぶち込んだかのような日本語。You undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. なんか話の内容を見るとこいつに片っぽいわよ。本当かしら。なんか記憶を消すとか言ってるが。Move on and forget any of this ever happened.And I promise you, tomorrow will be a better day. え？何されるわけ？握手？なんか画面が暗くなったわね。何ですかこれは？急に片言になるな。え？どこここ？いやー、なんかうーわ、なんだあれは。すっごい顔してるわね。化け物だ、化け物だわ。目と鼻と口ってことでいいのよね。一体何なんだろうなあれ。そしてそれを見上げる風鈴。あの、すいません大丈夫ですか？うわ、めっちゃこっち見てるじゃん。我が家だってよ。Or at least, what was supposed to be down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original course.I head to the room and I found me meditating and to mentally regroup. I come to this place. And then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of this pain and suffering. やばい、何言ってるのかさっぱりわからない。大丈夫、私もよくわからないわ。本物だったり本物じゃなかったりするようだな。どっちなのよ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 。I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life of a completely brainless jellyfish.Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. クラゲってそんな悲しい生活を送ってるのね。How calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I'm giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chance to see your child. 今の話を理解した人はいますでしょうか？ No, no.こんなんでいいわけ？だってよくわからないものはよくわからないもの。仕方ないわ。
なんかチャンスを与えるとか言ってたな。ここから立ち去るチャンスとか言ってたけど、主人公はここから立ち去るわけにはいかないんじゃないの？あれ？ここは？何かの声が聞こえるぜ。なんだこいつは。こいつバンバンじゃないのか。二重人格みたいな話ってこれのこと？ You, sir, need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to... まさか食べるつもりなの？そもそも一体なんでこんな場所にいるんだ？全くわからないわ。また暗くなったけど。死んだってことなのか。きっと食べられたんだわ。あ、起きた。手だけがあいつみたいになってる。私たちはクラゲになってしまったのか。というかこの部屋なんか見覚えあるわよ。バンバン2のステージじゃないの。っていうかこれで動けるんですけど。主人公交代か。変なビームも発射できるわ。一体何がどうなっちまったんだ。確かこのステージはボタンを押すステージ。特に苦労した記憶はないわね。ここが前回と変わらないっていうのなら、確か上にこの装置を動作させるボタンがあるはず。確か前回はこの宝箱に貝殻を入れたよな。この謎のビームは何なのよ。誰も知るわけないでしょ。扉は、やっぱり開いてないわね。今回もボタン押しをやるしかないのかしら。あのロケットを使ったわよね、前回は。あれ？動作しないんだけど。もしかしてカードが必要なんじゃないか？え？まさかここでもカードキー？あ、あったわ。意外とあっさりだったわね。これでこれができるわ。今回はロケットの代わりに自分のビームを使うみたいだな。最初は簡単なのよね。どっちかしら。そっちか。成功みたいね。で、このゲームは今のを繰り返していく感じよ。ぐだぐだ時間かけるのあれだし、加速するわよ。まあ私の華麗なプレイでも見ていってね。何が華麗なプレイだよ。加速でごまかしてるくせに。黙りな。これ確か3回くらい繰り返してやらないとダメなんだよな。そうなのよ。ちなみにだんだん難易度が上がっていくわね。最初は2つの的、次は4つの的、最後は6つの的から1つのあたりが選出されるわ。最後が下の的も含まれるから面倒だな。ちなみにもう最終段階よ。あ、終わったわ。加速しないで見てたらかなり時間かかってたわね。それで、ここには一体何があるんだ？わからないけど、きっとここに何かがあるわ。ボタンがあったわね。それを押すとどうなるんだ？そんなこと知るわけないでしょ。まあでも、きっと何かが起こったはずだわ。例えば、さっきは開いてなかった扉が開いてるとかね。あっちの扉は確かに閉じてたわね。開いてるといいな。開いてなかったら詰むわよ。開いてた。これで先に進めそうね。確かこの廊下は。殺人カタツムリじゃねえか。今回は襲ってこないみたいだな。私たちがクラゲだからかしら。超速スピードで消えたわ。一体何だったんだろうな。私は誰で敵は何なんだこのゲームは。とりあえず今回はこれで終わり。最後にチャンネル登録と高評価よろしく。じゃあな。